せない。今日はお昼だったからかめっちゃね早く感じた。なんか早くはなかったんだ。ブラッチありがとう、楽しかったです。コッシーさんおばばありがとう。ライブ後もちょっと今直したりとかしてたんやけど、ここに残す紙ちょっと見少なかったかな。ちょっと今日はその衣装良きねって言ってくれてたからこのまま配信しようかと思って。大工さん、ファントムさん、キラーさん、虹色さん、かんちゃん、アマトーさんありがとう。ひらひら可愛いでしょこの肩のね、これねマントみたいなついてるのこのワンピース。あねえワンガンさん、三角形、私もなんだけど、三角形三角形のやつだよね。私もあれずっと頭から離れない。のりたまありがとう、肩のひらひらだよ。カポーさん、カポーさん、スイカさん、オサピーさん、ドナルトさん、ミーシャンさん、ハラポニョちゃんありがとう。コロボタコありがとう。大工さんありがとう。スエさん、あ嬉しい。あそう、今日その特典会来てくれた人にもフリーレンっぽいねって言われて、衣装がちょっとフリーレンっぽさがあるというね。杖、あだからその方はね杖持ったポーズしてって言ってリクエスト来てくれたんですよ。杖ありがとう。ハラポニョちゃん、ヨタカ、ノブーさん、サトちゃん、ジョースターさん、ローマ字のおさむさんありがとう。ブルーさん、ヒデマスさんありがとうです。エノさんさん、ハムちゃんありがとう。大工さん、ひでゆきさん、ギフトありがとう。ケイイチさんありがとう。マサさんありがとうございます。ホットコーヒーとりあえずティータイムじゃん。マサさん、ヨッピーさんかわいいありがとう。ほののんさん、たまごサンドさん、みゆらーさんありがとう。ね、ワンガンさん、大工さん、エノさんさんありがとう。しんいちだね、しんいちキラキラ。おてむいちゃん、ずったかさんありがとう。いずきん、HK さんありがとう。そうだ、今日の写真まだもらってないな。みんなにこう紹介していきたかったんだけど、今日の写真。かずのりさん、タッキーさんありがとう。ヨッピーさん、大将さんありがとう。ちょっと充電しとこうかな。充電できました。グッピーさん、グッチありがとう。ひでゆきさん、大将さん、カノンさん、ギフトありがとう。M が大文字のマサさん、ターちゃん、ユッキーさんありがとう。キラさん、今日のお洋服は衣装屋で。お、ありがとう、ゴロボ。あー、雨降るんだって、明日。今日はやっぱり寒かったよ、ゴロボ。寒って思ったもん、外出たら。おやすみありがとう。カズチンさん、ワンダーさん、バタコさん、ターくん、おはぎさん、おさるさんありがとう。グッチギフトありがとう。ヨッピーさん、フルありがとうございます。おー、藤本さん帰った？早い。おかえり。ローマ字のユッキーさん、ヤックンありがとう。え、そうなのよ、ナノハさん。めーっちゃ撮ってくれてありがとう。そりゃそうだ。X に投稿するネタ多すぎてて。楽しみにしております。タキさん、
キング翼さん、ありがとう。ブラッチーは。おお、ライオン。ありがとう、コシさん。天使ありがとう。マメちゃん、ありがとう、ギフト。メリーさん、ありがとう。新一フル、ありがとうございます。嬉しいわね。クラッシャーノブさん、ペガサスさん、ギフト。ありがとう。大将さん、フル、ありがとうございます。コーヒーこぼして、コーヒーこぼしてノートパソコン壊したんだって。減るんで叱ってください。本気でございますか？これやろ。クラシャノーブさん、なるなりさん、まーちゃん、いらっしゃい。ゆなみな、ゆなみな茶けコーヒーさん、ありがとう。まみちゃん、ペガサスさん、ギフトありがとうです。ファントムさん、お疲れ、ありがとう。ジャンさん、かおりさんのルームより、ありがとう。ギフト。ペガサスさん、キラーさん、ひでゆきさん、ありがとう。え、ライブこちらこそ楽しかったです。来てくれてありがとう。あの、あれも楽しかった、写真。なんか面白い写真。全然ロッピーさん意識はしてない、フリーレンの。なんか可愛いなと思ったから買ったんやけど、確かにちょっと似てるなって思った。その言って寄ってもらってから。トールンさん、ありがとう。 M が青虫のマサさん、ありがとう。サトシさん、ありがとう。ライブの代わりにゴードンの YouTube、 あ、見てたの？ゴードンの YouTube？ あ、今までのやつ？おパパ、キラキラありがとう。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。野菜たみーさん、カメムシ触ったことある？ない。なんかね、家には出たこと、この家じゃなくて実家には出たことあって、カメムシ。もう母と、なんか母だったかな、叫ぶだけ叫んで家を後にするという、で、あのおじいちゃんに来てもらうという感じですけど、もう絶対に触れんね、虫とかは。ダンゴムシはいけるんですけど、ダンゴムシ以外はね、ちょっと厳しいです。私、あの、結構蚊も苦手なよね。蚊をこうパーンとかってやるのも苦手。ダンゴムシはいける。なんか安心感あるよね、ダンゴムシって。大文字のテストさん、ハムノさん、ありがとう。マサさん、お疲れ、ありがとう。カズノリさん、ペガサスさん、おばば、ギフトありがとう。ゴンちゃん、ありがとう、ギフト。カヤポンさん、エイジさん、ありがとう。カノーさん、100キラダルマ、ありがとう。スイカさん、フル、ありがとうです。自販機のカニ鍋スープで、お供心をくすぐられ、初めて聞く言葉。確かにお供心って言わんよね。早速飲んでくれてる人いたけど、カニ鍋スープ。 N164 さん、ありがとう。ラオマジのイさん、ありがとう。衣装白いやつです、ありがとう。佐野丸さん、ジュモジュモ。ラオマジのまこさん、ありがとう、キラキラ。お猿さんも、ありがとうございます。ゴンちゃん、ありがとう。リュウ、ありがとうございます。今日は白いやつです。ワンダーさん、天使ありがとう。 M が青文字のマサさん、かわいい。カロポ、ジジ、ありがとう。リュウ、ありがとうございます。白いやつです。みんなで食事してから帰ったよ。
あ、そうなの？どっか行ってたんですか今日。パブに行ってたの。きなこいさん、ありがとうございます。ツーマンライブ、あ、待ってます。12月ね、もう本当にね、あのイベントというか私の的にはそれが最後なのよね。次、今年ね、今年が最後。大文字のカズさん、トコトコさん、ギユさん、ありがとう。ツズポンさん、ありがとう。サトシさん、ありがとう。嬉しい、いっしょ、ありがとうございます。お、テツさん、ペンシー、ありがとう。ローマ字の、おかきさん、ありがとう。お、ほののんさん、ひなちやんって言ってくれてる。川崎さん、ギフトありがとう。てんへんさん、こんばんは、ありがとう。ワンダーさん、天使ありがとう。白熊さん、ありがとうございます。じいさん、こんばんは。おさるさん、キラキラありがとう。おかきさん、バラン、ありがとうね。にじろさん、かわいい、ありがとう。おー、ジャンさん、フルありがとうございます。ありがとう。白いやつだよ。ドナルドさん、ありがとうございます。ラブレタん？ピルクル、愛媛に向けて走ってる？今愛媛向かって走ってるの？ターコイズチアン、ありがとう。よいしょ。エイジさん、ありがとう。天使、あ、さとちゃん、ギフトありがとうございます。おかきさんも、ありがとう、ギフト。ようちゃん、ありがとうございます。今日の衣装、そうだよ、今日の衣装の下、パジャマ。お、よくわかったね。今日はね、ワンピースだったんだけど、そんな長くないから、もう寒いということで、下はパジャマですよ。あきおきけいさん、ありがとう。こんばんは。これから帰るんだ、ネコプ。気をつけて、夜行バスだって。ありがとう、またね。フーガネットさん、ギフト、ありがとうございます。隊長、ありがとう、ギフト。マーク2さん、こんばんは、ありがとうね。隊長に、ハムノさん、エイジさん、ギフトありがとう。トコトコさん、天使ありがとう。コートクさん、お疲れ様。ビクポワさん、おひつりさん、キュウヨンさん、いらっしゃい。ドナルドさん、ありがとう。ワンピース、おさるさん、ありがとう、ギフト。隊長、白駒さん、ありがとう、ギフト。エイジさん、フル、ありがとうございます。ネトセンキ、乾いてゆく心の中は何が欲しい、指引き出す貧困層。よく逆キラ、ありがとうね。おやすみ、ひろくん。94さん、キラキラ、ありがとうございます。ターコズさん、いらっしゃい。あ、本当なの、ほさん、今までで一番好きかもって言ってくれてる。嬉しい。また何かできようかな、これ。獅子丸さん、天使ありがとう。あ、そうらしいですよね。まだ、あ、そうだ、それ聞かない、聞きたいんだった。あの木梨の会のプレーンヨーグルトの歌流してくださってたんですよね、今日。この間のあの民謡のやつ、プレーンヨーグルト。いや、そうなんですよ。朝ね、かけてくださってたんだって。ナオトさん、いらっしゃい。ひなパパさん、ありがとう。まーちゃん、かわいい、ありがとう。じいさん、キラキラ。ハラポニョちゃん、キラキラ。かんちゃんも、ありがとう、キラキラ。ダイスさん、ありがとう。フジモンさん、こちらこそありがとうございました。
隊長ありがとう。一緒行きか。ありがとう。かんちゃん、キラキラありがとうございます。今日のワンピはタケノコの前で着たの初めてだし、私これ袖通したのも初めてよ。大きいさん今日買ってたのよ。鳥取に、鳥取ブラッチ明日のど自慢行くんですか。すごすぎ。へえー、すごい。あれって抽選で当たったら見に行けるの、のど自慢って。すごい。ハラポニョちゃん綺麗だね、ありがとうございます。キラさん100キラありがとう。サトシさん、フジモンさんありがとう。ヤマピーありがとう。2人のエゴイストめっちゃ良かった、嬉しい。そう、今日はあの2人で最後1曲ずつあのお互いがセレクトしたやつ歌おうっていうのをやっててね。で私はあのエゴイストさんの曲を歌わせてもらったの、2人で。デパーチャーズっていう曲なんだけど、そう、すごい嬉しくて。そうなんですよ、エゴイストさんの曲歌いました今日は。で、ひなぷーさんがセレクトしてくれたのがこれさわさんの曲、私を彼女にしたいならっていう曲。可愛いよね、あの曲も。楽しかったです。ネコプ天使ありがとう。フジモンさんギフトありがとう。ノブシャいらっしゃい。ネコプワンダーさんギフトありがとうございます。竹蔵さんいらっしゃい。流星さんこんばんは、ありがとう。ガッくんさんありがとう。おさるさんフルありがとうございます。フリレンっぽいですか。ありがとうありがとう。杖買ってこようかな。剣ならあるんだけどね、あのキリトの剣ならあるんだけど杖はないな。まーちゃんフルありがとうございます。おいでやおいでやおいでんか、伊予の松山。はい、天月さんありがとうございます。あ、ユッキーさんか、杖ありがとうございました。そっかそっか、のりたまキラキラありがとう。のぶしゃん100キラありがとう。おー、まささん100キラと明日でか、明日で出会って5年になってくれるんだって、ありがとうございます。早いね、5年か。ありがとう。アントワンヌさん、はちみつさん、セントちゃん、シャモンさん、ヤッスさんありがとう。ヤッスさんにあーマジのテストさん100キラありがとう。来てくれてありがとうね、今日は嬉しい、楽しかったです、言ってもらってる。アマトーさんギフトありがとう。コバントコトコさんギフトありがとう。ペクポワさんラブレタありがとうね。ひろゆきさんいらっしゃい。ポブマスターさんにサンバさんありがとう。ピルクルキラキラありがとう。桜タイガーさん、AKA さん、マサッピーさん、スピードバードさんありがとう。ユッキーさんフルありがとうございます。栄光ちゃんの大きなフル時計、大きなのポノフル時計、おじいさんの時計。ナノハさん、キラ100ありがとう。カタカナのクマさん、テイヘンさんいらっしゃい。おひつりさんゲストありがとう。ヤマツクさん、ヒロシ突破隊さんありがとう。そう、 TKD さんがね全部持ってくれてるのよ。あ、知ってるの、ブラッチ。あ、食べました、食べてくれてたよね、あの私がずっと言ってたカレー屋さん、あの大きいなのお店行ってたね。やっぱり女神屋ってとこだったね、あれ。見た見たよ。
がとう。いずきゅんキラキラありがとう。たーこずさんありがとう。ギフトてーへんさんキラキラありがとう。ワンダーさんレインボースターありがとうございます。めっちゃくれてる、10個も嬉しい。宮内さんこんばんは、ありがとう。くまさんありがとうございます。ギフトはるかさんありがとうございます。あ、そうだそうだ、ロマジヌキさん、あの虹のコンキスタドールさんの曲なんですよね。そうだ、前にそのライブ一緒にさせてもらった時にもうあのこの三角形がめっちゃ覚えてて、その時も私ライブを自分の出番以外見に行ってて、こうしたわ私も三角形これ。その時覚えてたけど、今日どなたの曲だったかなって思ってたら虹のコンキスタドールさんじゃ。あれめっちゃ楽しいね、可愛いし。はるかさん、のむさん、スナフキンさんありがとう。わさっぴーさん、さのまるさんありがとう。ギフトやまぴーありがとう。ギフト最高気温8度、寒い。明日最低じゃなくて、やばいね、それは寒すぎ。みんな気ぃつけて。てーへんさんありがとう。スナフキンさんギフトありがとうございます。あ、そっか、明日ほのぴ生誕イベあるんだっけ。愛媛ですよね、しかも。いいねいいね、ちゃんと会えるな卒業日。あ、そうなの、あってらっしゃい。そうよ、私はね一足先にちょっとお祝いをしてきたよ、ほのぴーに。まあ、一足先にというか誕生日を過ぎちゃってたんだけど、みんなお祝いしてきて。スコールさん100キロありがとう。キンニャンさんありがとう。やば、こっちは初雪が降りました。だって雪が降ってるらしい、おばばのところは。アマトさんありがとう。今日はいい笑顔の日なんだって。いい日だねそれ。ワンダーさんフルありがとう。今日の一生は天使降臨ありがとう。ノムさんありがとう。ギフトヤワさん、あ、間違えた、赤花さんが、赤花さん、アニラジェさんありがとう。ひなちゃんとのライブお疲れ様でした。ひなほちゃん、ひなちゃんの呼び方なんて呼んでるのかな。私はひなさん、ひなぷーさんって呼んでたけど、向かはあのひなさんはひなほちゃんって呼んでくれてたかな。多分あの X にもつぶやいてくださってたよな。今日ひでいさん、マッティさんありがとうございます。あ、ワンガンさん、太鼓の奥間ありがとう。太鼓のクマ、マッティさんありがとう。ローマ字のユッキーさん、アンタンヌさん、キラキラありがとうございます。あ、虹色さん陽気でした、ありがとう。そうやってくれてありがとうね。今日はタカホジハートさんありがとう。コタロウさんギフトありがとう。アンタンヌさんもありがとう。やっくんキラキラありがとう。ムラッピーさんありがとうございます。体調不良ありがとう。今日はいい笑顔の日です。今年最強の笑顔だって。最強の笑顔か。うん、パひあもうどうなっとるかわからんくらい笑っといた。ノアさんこんばんは。最近乾燥してますねって。乾燥はめっちゃしてる、ま、喉もそうなんですけど、肌もう肌が大変乾燥で、すぐにね本当にあの肌がめっちゃ乾燥するの、この辺とか。
あ、そんなあなたにおすすめのアイテム。めっちゃ宣伝みたいになってる。これよく使っててさ、ツヤ玉ミストって言うんだけどさ、こうやってね肌が乾燥するしてるじゃん。そしたらここにねこうやってちょっと離して振るわけよ、こうやって。そしたらねめっちゃねツヤツヤのキラキラになってくれるっていう。いいよこれが。メイクしてない人も乾燥にはいいんですけど、ごめん落としたから。ぜひおすすめです、ツヤ玉ミスト美容液。これ最近は作って使って、なんか外にいる時も使ってる、持って行ったりしてるんだよね。これがね気持ちがいいのよ。カタカナのシラさんいらっしゃい。喉はね加湿器でなんとか、まあ朝やっぱ乾燥で喉が痛くなってくるから、冬とか。ノムさん、ひろしさん、こんばんは、ありがとう。そうだと思う、なのはさんめっちゃ撮ってくれたよね、本当に。アントワーヌさん、ゲストありがとう。カリタン、結婚してありがとうございます。待て待て、これめっちゃ遅れてないか。底辺さん、フル、ありがとう。あ、わからんやつ来た。これフレンズののっこさんだよね、人魚。よくね、リクエストもらうんだけど、それ知らないんだよな。スピードパードさん、流れ星ありがとう。ウラシャン、ありがとう。ナノハさん、綺麗だね。ありがとう、綺麗だね。ローマ字のマサさん、ノムさん、隊長、ギフトありがとう。トゲ、こんばんは、ありがとうございます。 OR で叫んではいけなかったのにって言ってる。え、そうなの？ということは叫んではいけなかったのにって、めっちゃ声出してもろってたけど、みんなに。晩ご飯はね、晩ご飯はでも帰ってきてから食べたけど、お弁当を食べてなかったから持って帰って食べました。なんかね用意してくれてたのは生姜焼き、まあいろいろ選べたけど生姜焼きにした。美味しかった、めんちゃん。飛んで埼玉言ってたやつか、ポップマスターさん。面白いの？めっちゃ笑ったって言ってる。え、誰が出てるやつだ。私あの映画が気になってるんですよ。ちょっと待ってね、登場人物の名前が誰一人分からんけど、ガクトさんが出てるやつかな。ガクトさんかな、あれは。なんかさ、もうめちゃくちゃ癖の強い映画が最近ね、ほのぴと会った時に「キリエの歌」っていう映画見に行ったんですよ。めっちゃ最近これ。その「キリエの歌」っていう映画を見る前の予告で出てたんだけど、もうなんか予告だけでめちゃくちゃ笑えたよね、その映画が。あら、ガクトさんではないのかな。待って、ガクトさんじゃなくてね、ちょっと待って、名前出てこう。宮崎のおじちゃんさん、そんなちょっと雰囲気をまとわれた方もう一人おらん。ガクトさんみたいな人、ロから始まる方。そうなんや、めっちゃそうなんや。それ見なきゃなんですけど、堀さんがめっちゃかっこよかったって X で見ました。見ていきたいと思います。
のぞみさんいらっしゃい、ありがとう。これまたダンゴムシの話、ここまだ。リュウキラキラ、ありがとうございます。やばいね、これはめっちゃ遅れすぎ。おかきさんありがとう。今日は白いワンピースでした。ようちゃんお疲れ、結婚してありがとうございます。チャハンさんかな、なんて読みするんだろう。チャハンさん、茶飯さんか、茶飯さんありがとうございます。よしぼうさんギフトありがとう。ひろくん、すね、ん、スーパーネンさんありがとう。カタカナのカニさん、カジヤマさん、ムッシュさんありがとう。あ、藤本さん飲んだカニスープどうだった？あ、嬉しい。スパネンさん100キラありがとうです。読むの遅くてごめん。バンクーバーさん、笹団子さんありがとう。まめまめ仙人さん、よしぼうさんギフトありがとうね。なのはさん、なのはさんフルありがとう。それは嬉しいな。見つめ合うとドキドキしてネタを忘れるって言ってる。でもめっちゃ写真用意してくれてたね、あの撮りたいポーズを。あれは助かる。バンクーバーさんありがとう、ギフト。村上さんありがとう。あ、ムッシュさん舞台挨拶でありがとうございました、嬉しい。サコサコさんありがとう、お疲れ様。バンクーバーさん体調ギフトありがとうございます。あ、あった、アマトーさん、カニ鍋スープ近所にあったらしい。へえ、のりたまも飲んだ。え、意外とみんな飲んでくれてるな。ヤフクラホーさんギフトありがとう。サクサクさんもありがとう。コンドルさん、そうよ、めっちゃ頭がすっきりしてたね。そうよ、冬だよこれから。ネコプありがとう、ありがとう。おにぎりさん、ヤフカラホーさん、イナッチさん、黄色い魚さんありがとう。今日は竹山ファンとひなさんファンが服装でもはっきりわかる。ね、まず色がね、あのオレンジとピンクってすごい2つに分かれてて、もう綺麗だったよ。綺麗でした。だね、きなこいさん。あれ、きなこいさんもほのぴの行くのかな。小説家さんお疲れ様。おさぴーさんギフトありがとう。ポップマスターさんギフトありがとう。バンクボーさんフルありがとうございます。キヨもチョコモさんいらっしゃい。サンゴクーさんギフトありがとう。リュウフルありがとう、ありがとう。嬉しい、魔法の使えるエルフにしか見えない。そんなエルフっぽいか。そんなフレーレンっぽさある。ほんと、ボーダーさん、カタカナのオムさん、はじめまして、ありがとうございます。オムさん、今日プリン食べてないよ。プリンの日なの今日。カリタン、キラキラありがとう。ひらぼしか。白神さんギフトありがとう。さよりさんありがとう。仙人さんいらっしゃい。そう、明日2200回訪問らしくて。あ、じゃあ2200回配信だ、ごめん。私もこのルームに訪問してることになってた。あの、あ、毎日配信2200日、早いね。そうなんよ。カリタンギフトありがとう。ジェリーさんありがとうございます。あ、わかった、ムッシュさん。コアさん推しの方なのか、
そっか、ありがとうございます。最後あのバイバイするときにお話というかさせてもらった方かな、待ってますか。ムッシュさん、ヘボさん、ひらがな斉藤さん、ありがとう。のりたまさん、ありがとう。あ、そういうことか、のど自慢に水木奈々さんが出られるってことね。なるほど、だから行ってくるって言ってたのか。ムッシュさん、天使ありがとう。マサ31さん、お疲れ様。待ってね、たくまさん、ローマ字のありがとうございます。ムッシュさん、ライオン、お、ありがとう。ワンガンさん、フル、ありがとうございます。竹山のカバーが聞けた。え、そう、それにしてもひなぷさん、始まった途端ポカンとしてしまったって。私のライブですか。そうなの、竹山のカバーはね、ファーファーをしていただきました。そうなんです。デパーチャーズ原曲のアコースティックとは違うけど二人の良さが出ててほんとよかったって言ってくれる。ありがとうございます。歌えてよかったです、本当に。ひでゆきさん、フル、ありがとう。ファーファー聞きたいな。良いのですか、歌って。あなたを想いがいいな、彼方の恋は今。ありがとう。ファーファーはね、あのいろいろ候補曲があったけど、恋空チャイムとかもいいかなと思って、あ、お互いこう提案してその曲を歌い合おうってなってたんですよ。そうなの、何曲かこう多分聴いてもらって決めてもらったのかな。それがファーファーになりました。いいよね、ファーファー、めっちゃ良きでした本当に。ストンコさん、100キラありがとう。今週のフリーレンはこうでしたというのは、そうですよ、めちゃネタバレになるからね。私もアニメではまだ見てないから、2話分見れてない、まだ。ずったかさん、マー君ありがとう。あさみさん、虹色さん、ギフトありがとうございます。赤さん、ありがとう、ひらがなの。まささん、ふる、ありがとうございます。いいな、いいな、な、はい。カリタン、フル、ありがとうございます。ありがとう。トミーさん、こんばんは、ありがとう。実は今日で今年のひなは納めになりそうなんだけど、指切り約束したから必ずまた会いに行くよって。そうなの、今年納めだったの今日で。そうなんだ。ねえ、来年もいっぱいするね、イベントとライブ待ってます。良いお年を。まあ、まだ配信毎日やるけどツーショット何しようって考えてたら、ポーズも話す内容も何も考えてない。いや全然いいよ
でも私もね結構その提案するのが苦手だからさ、あのなんか変なポーズになってたらごめんっていう感じなんかアヒルとかやってもらうことになるけど小説家さんありがとう。青桃さんギフトありがとうございます。私がこっそり DKD さんを撮ったことめっちゃ全然あるよ。ようちゃんめっちゃねこっそり撮られるからさ、私も撮ろうと思ってさ結構こっそり撮ってたりするけど、後ろ姿とかなんか走ってこっち来る時とかサカピーさんギフトありがとうございます。サカピーさんいらっしゃい。なるなりさんありがとう。キラキラ今日はプリンの日なんだ。今日はいい笑顔の日らしいよ。プリンの日でもあるの。スタリタくんこんばんは。ありがとう。今日のイベントの場所行き慣れてきたね。もう3回目だからね。そうなのよ、たくさんさせてもらってるね。ローマ字のよしさんありがとう。天使すみれさんこんばんは。100キラありがとうね。ローマ字のよしさんフルありがとう。100キラと夢見るだけじゃ叶わない、希望を持ち走り出そう。グッドラックさんありがとう。レッツさんいらっしゃい。小山ひなさんの曲分かんなかったけど最大限振りコピーして応援して。あ、ほんとすごい踊りがついてる曲多かったね。めっちゃ楽しかった。私もコタローさんふっありがとう。ルビーの指輪、ルビーの指輪、ルビーの指輪ってなんだっけ。あ、曇りガラスの向こうは風の街、冷めた紅茶が残ったテーブルで。これで合ってる？これ違うか？待ってもう一個の方か。え？ジブリの方？もしかしてこっちの方もなんか聞いたことあるんだけど、これ絶対こっちの方だね。え？私違うの合ってる？え、違うの歌ってる？合ってる？これ、あ、合ってるな。合ってた。なんかこれすっごい聞いたことある。サビだけは分かるな。サカピーさんギフトありがとう。小説家さんもありがとうね。ギフト猫ぽかわいい、ありがとう。ワンダーさん、カタカナのアキさんギフトありがとう。虹色さんキラキラありがとう。大文字のテストさん、ひでゆきさん、フジモンさんかわいい、ありがとう。のびしゃん天使ありがとうございます。あ、これ笑顔してる時。ノアさんいらっしゃい。隊長のびしゃんギフトありがとう。フローありがとう。のびしゃんリセットさんお疲れ様。白夜さんこんばんは。ローマ字のタカさんキラキラありがとう。乾燥すると唇の両端が切れたりする。いや、そこまで、もうそれなるまでにはこうリップを塗ってるかな。両端切れ、あ、でも切れたことはあるな。確かにここね切れるんだよね、乾燥して。
あ、そうなんだ、お猿さん嬉しいね、明日は花火だって。これはね、香りはなんかお上品な香りがする。無臭とかではない。いや、これお高くないよ全然。お高くないというか、そんなね、めっちゃ安いということもないけど、全然あのドラッグストアとかにあります。これこれがいいんですよ。エリクシールです。聞いたことある。サイさんいらっしゃい。次のイベントはおじさんがみんなツヤ玉でキラキラ私がこれ持って行ってかけてあげようか、ライブ中に。こうやってシャ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 、今日はありがとうとかって言いながらみんなにかけていってあげようか。ローマ字のゆさん、うま、ありがとう。ありがとう、 TikTok のフェルにハマったありがとうございます。サイさんキラキラ、ありがとう。29分やばい、遅れてる。マッコイさんいらっしゃい、ありがとうございます。スマちゃんありがとう。ノーさんこんばんは、ありがとう。アキさんありがとう、キラキラ。あ、飛んで埼玉がガクトさんなの。あ、じゃあそれかもしれない。ポーブマスターさん合ってた、これだ。私が見たいやつ、この飛んで埼玉ってやつだった。これがもうあの予告からめっちゃ面白くてさ、めっちゃ見たいんだけど、これやっぱガクトさん、ヨシキさんじゃないよ。ローランド、そうだ、ローランドさんだ。あれ、ローランドさんのお顔を調べる。ローランドさんのか、あ、ちょっとなんか髪型が似てたのかな、ローランドさん。でも紫だね、これこう見ると。これが見たいんですよ私。でもせっかくならね、一人よりかはこう誰かと見て笑いたいよね。あ、なんでトゲ、全然叫んでや。あの、あれか、めっちゃ言ってくれたやつねいや嬉しいわ。あれ、キリエの歌気になってたけど3時間もあるから。そうなよね、3時間あるんですけど、3時間には全然感じませんでした。キリエの歌内容すごく面白くて、めっちゃね、なんだろう、こう感動というかね、なんかね、すごいこうリアルすぎてね、すごいこういうことってあるよなとかって思って、ちょっとね、やむというか、心がね、あったかくなったりはしないかなっていう感じだけど、めっちゃ見てよかったなと思った。その、ま、歌もめっちゃ良かったし、キリエちゃんの歌も良かったし、そうなの、見ててこう涙するところも多かったです。トリルさん、はるか猫さん、メルチンユーさん、星野キャラメルさん、ありがとう。レモネートさん、ありがとう。はじめましてかな。オーナーさん、リッチさん、ありがとう。英作さん、デメキンさん、ありがとう。ヨーチャフル、ありがとう。集まれひなちゃんの森ってタイトル考えたの私、
採用されました。嬉しい。可愛くない？集まれひなちゃんの森って。 AKA さん可愛い、ありがとう。おかむさんいらっしゃい。こしさんフル、ありがとうございます。オレンジと可愛いに分かれてたねって。いや、みんなは可愛かったよ。トナカイもいたし。お、きなこいさん12月待っとります。ありがとう。ローマ字のマサさん天使ありがとう。鳥ちゃんさんありがとうね。ローマ字のマサさんギフトありがとう。新一さん、エラさんありがとう。キラ投げてくれて。AKA さん天使ありがとうございます。ネコプありがとう。ギフト秀幸さんもありがとう。ネルさん楽しかったです。ネルさん今年会えるのか。T 赤さんまた会おうね。ハンターローマジのマサさんカバーした曲お試し彼女。お試し彼女めっちゃ好き。ニッコンさんありがとうございます。トロケルさんキラ100ありがとね。そうなのよ、ありがとね。ムッシュさんいただきました。あれだね、めっちゃ後ろの方にいてくださった方で、最後に渡してくれた方だ。ニューニューニュー、本当にね。でもギターで弾いてくださるという今日のあの排他的感情論がめっちゃかっこよく弾いてくださってて、いつもめっちゃ今日もめっちゃすごいかっこよく弾いてくださってたけど、排他的かっこよすぎた。クマンパピーさんありがとう。ケケさんありがとうございます。クリティブさん、ランちゃんさんかな、関ちゃんさんか、関ちゃんさんこんばんは、ありがとう。大工さん、フル、ありがとうございます。ご支援も本当だ、めっちゃ遅れてるけど今日もありがとうございます。告知はね、もう残すはイベントが17日だけだから、来月のみんなに会えるのがちょっと少なくなってきましたけど、あとはね、今やってるのは年賀状プレゼント企画とかやっておりますので、あと出演してた映画ゴードン探偵事務所 YouTube にいろいろ今までの話とかで、私がこの間その主題歌のトライセクターを歌って、3人で歌って踊った動画とか、裏話の裏側とかいろいろ載ってる YouTube があるので、それもぜひ見ていただければと思います。いろいろね、 YouTube で始まったやつがあるんです。アレンさんとの YouTube も載ってるし、あとジョイサウンドとの番組でレギュラーもさせてもらっておりますので、今2話まで出てるね。それもぜひ見てみてください。バックハウスさんお疲れ様、ありがとう。愛媛には温泉で温泉水飲めるところないのかなって。市販の温泉水、そう、温泉水飲んだことないからね、飲んでみたいと思います。どんな味するんだろう。ひなぽーさんはね、温泉水が好きなんだって。バックハウスさん
ニッシーさん、お疲れ様。ヨコポンさん、ありがとう。あ、合ってるんだ。月の人さん、ありがとう。あ、こっちしかないのかな、もしや。なんかもう一個ね、ジブリのね、あ、違うわ、間違えた。それルージュの伝言だ。ルビーの指輪だった。じゃあ合ってるわ。ももさん、ケイハチさん、ありがとう。ターちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。はじめまして、ターちゃんさん。ハラメ太郎、ケイハチさん、ギフトありがとう。嬉しい。ヨコポンさん、天使ありがとう。ヨコポンさん、ギフトもありがとうございます。ハラメタルもありがとう。マサヤさん、いらっしゃい、ありがとう。特典会でツヤ玉かけるけんだ。なるほどね。ツーショットのこの特典会の横にツヤ玉かけてあげる件作成しようか。顔ツルツルになって帰れるよ、みんな。ハラメタルにキラキラありがとう。フジモンさんもキラキラありがとう。マサヤさん、ありがとうね。ギフト、あ、マサミオラさん、エウグレナさん、ありがとう。すごい、たまたま、すごい。今日泊まってるホテル、ひなホテルと同じサイズ、あれだね、あのキーホルダーの。いいね。トイレ、あ、あれ、飛んで埼玉ってこれ2なんですか。え、じゃあまず1ミントじゃん、それ。これ2なの、飛んで埼玉って。まず一作目、見てみ、ミント、わからん、わからんか。何で見れるの、飛んで埼玉。え、本当に見ようと思う、これ。エグレナさん、ありがとう、ギフト。オカムさん、ありがとうね、ギフト。虹色さん、そう、最近見に行ってたのよ、キリエの歌。ほんのぴと気になるねって話して。あ、ようちゃん、埼玉県、あ、埼玉の話なんかな。埼玉の中でどういうお話なのこれ。まず秋江門さん、ありがとう。まさみうらさん、ありがとう。薬屋の独り言面白いよ、ローマ字のゆきさん。アニメはね、見てないけど、めっちゃ良さそうだね、アニメ。検索さん、いらっしゃい、ありがとう。きなこいさん、100キラありがとう。ビーズさんの周年ライブ、あ、千秋楽だったの。え、今日やってたのかな。いいな、いいな。ヤコポンさん、フル、ありがとう。は嬉しい、ようちゃん。ハラメタルフル、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったよ。みんな暖かかったね。あ、そうそうそう、お花ね、お花よ。そう、動物の森に寄せて作ってくれてたよね。可愛かったです。お花もめっちゃ可愛かった。ありがとう。あきえもんさん、フル、ありがとうございます。夢を追う僕たちは傷つくのを恐れて。ありがとう。ロータスさん、いらっしゃい。ゼファーさん、ギフトありがとう。カイケケさんのギター、よきよ、よきな歌でしょ。
そうだ、その話もしようと思ってたのに、かいけけさんの、かいけけさんだねってでもかいちゃんわからんか、かいけけと、とたけけのこと。ひろしとっぱたいさん、ありがとう。のりたま、告知ありがとうございます。ここでこうやってちょっと盗み見て告知することを全部載せてくれてるからな。あ、そうそう、ラジオもね、毎週レギュラーで、あの、毎週水曜日に放送してるので聞いてください、ぜひ。武田ひな穂のリンシャン解放ってやつ。お、アンタヌさん見に行った？フル、ありがとうございます。キリエの歌、岩井監督の作品はちょっと癖があり。あ、その監督の別の作品を見たことがあるのか、アンタヌさん。そう、モヤモヤが残る。確かにね、なんかね、本当にあのすごいリアルを見に行っているような感じで、すごかったんよな。お話もね、うん、ハッピーな感じではないから、すごい泣けてきた、見てて。結構いろんなカバーの曲とかも出てきて面白かった。綺麗な歌、あのオフコースとか、アイナさんが歌ってるのよ、アカペラで。めっちゃ良かった。それおありだね。たーちゃんさん、ショールーム初心者ん？アプリを落としたばっかりってこと？たーちゃんさん、いらっしゃい。チャンギーさん、天使ありがとう。結構前なんだ、飛んで埼玉って。ローマ字のテストさん、大文字のテストさんか。あとグッチさん、ギフトありがとう。飛んで埼玉見て、おひなが埼玉に興味を持って。あー、埼玉は、大宮って埼玉かな。大宮はね、あの、行ったことあるんだけどね、めっちゃ広いショッピングモールなんだ普通にショッピングモールなんだけど、なんか普通に観光も行きたいね、埼玉の。大丈夫それそんなこと言ってんの、ローマ人のマスさんのセリフ。まあまあやばめのセリフだけど、それ。埼玉愛にあふれる作品なんだ。こばちゃんさん、ありがとう。埼玉の現実がその映画で見れるんだ、面白そう。マー君さん、ありがとう、ギフト。あ、なるほどね、日本一にのし上がるような話なのか、面白そうじゃないか。鳥さん、ありがとうございます。レモネートさん、ありがとう、ギフト。ローマ字のクニさんか、ありがとうございます。え、本当、オカムさん嬉しい、そう言ってくれて。ウェビーは好きでめっちゃ聴いてて、昨日は久々に歌いました。ニャーさん、コフィーさん、レモネードさん、ギフトありがとう。カイちゃんがプライベートで動物の森やってたらおもろいでもちょっとやってそうちょっとやってそうなんだけど、やってたら嬉しいな。動物の森聞いてみよう。スイカさん、タコありがとう。ヤマさん、お疲れ、ありがとう。
宮も川越も埼玉か。広いね埼玉。そっか、大宮めっちゃ良かったな。あ、女子サッカー行きましたね。確かに女子サッカーで、あのフットサルね、フットサルで行きました埼玉。あ、そうなんだ。おばば、滝山ライブ初参戦したの埼玉だって。そっか、え、なんてやつ。のりさん来年の ドラマダブル主演決まったんだって。おめでとうございます。なんてやつですかね。あ、そうだね、クレヨンしんちゃんも埼玉ちゃん、それは知ってる。あ、追いついた追いついた。ごめんよ、ゆっくり読んじゃって。ひらがなのカズさん、青文字のケンさん、いらっしゃい。よし、一応ね、音もあるので。これ飲んでないよね。じゃじゃん、リプトンのラフランスティーです。ラフランスティー飲んでないと思うんだけど、期間限定だよ。はい、ということで、よし、それでは今日もお疲れ様でした。なんだかビールみたいな色。お疲れ、乾杯。うん、飲みやすい。おいしい。果汁 0.3%。 確かにそこまでめっちゃ強いラフランス感は感じないかな。風味って感じ、めっちゃめっちゃすっきりしてる。甘さもね、めっちゃ控えめ。おいしい、これすごい好きだ。これサイズもね、ちょっと何杯も飲める系が好きなんですよね私。冷やしといて飲める系。あ、リッチさん、甘さ控えめです。よし、じゃあランキング見せていこうかな。なっちゃったけど、13位リュウ、ありがとう。遅くにありがとうね。12位おさぴーさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうね。11位隊長、ありがとうございます。遅くにありがとう。おやすみ。10位ローマ字のマサさん、ありがとうございます。遅くにありがとう。9位秀幸さん、ありがとうございます。秀幸さん、たくさんいただきありがとうね。そして8位、あ、待てよ、 OKOKOK、 8位ネコポ、ありがとう。遅くにありがとうございます。今日はありがとう。ラッキーセブン、フジモンさんだ。ありがとう、フジモンさん、帰れてよかった。明日はいい日に、今日はいい日になるぞい。ありがとう。6位ブラッチ、ありがとうございます。今日はありがとう、たくさんありがとうね。5位ムッシュさん、ありがとうございます。ムッシュさん、めっちゃいただいてる、たくさんありがとう。そして4位ナノハさん、ありがとう。今日はたくさんありがとうございます。そして3位、アボン、ワンガンさん、ひょ、ありがとう。ワンガンさん、はい、ですめっちゃいただいて、ありがとう。そして2位、あぼん、ワンダーさん、ありがとう。ワンダーさん、すごいよ、たくさんもろってありがとうございます。
そして今日の第1位、ハラポニョちゃん、ありがとうございます。ハラポニョちゃん、たくさんありがとう。1位です。3499盛り上げ、わーい、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。どうしようかな、ちょっと遅くなっちゃったけど、今日は眠りに良さそうな曲を健やかに歌って終わろうかしら。じゃあ、あ、待って待って、私あの上着のポッケに、私上着のポッケにイヤホン置いてるかも。そうだ、ペンライトもらっ、あ、私のペンライト、グッズです、発売中、持って帰ってきたのよね。上着に、上着にある気がする。待って、上着になかった場合どうしよう。よいしょ、はあ、あった、あるんかい、イヤホンあるんかい。よいしょ、急なグッズ紹介ごめん。かわいいでしょ、このひなほたけだサイリウム、かわいいな、これピンク振ってました今日は。よし、では眠りに良さそうな曲のリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。デパーチャーズね、デパーチャーズ今日歌ったもんね。ムラチン今帰ったの、おかえり、ありがとう。野菜さんいらっしゃい。ネイルさん可愛い服ありがとう、今日の衣装やで。タバコ、タバコいいね。バーチャーズね、サイレントイブいいね。さよなら口ずさんだよ、めっちゃ口ずさんでたもんね。ルージュの伝言、お、ウーマンいいね。デパーチャーズ、ラブラブラブ、オールアロンウィズユー、名前のない街、あ、それかな、そのキリエの歌のやつの曲めっちゃ良かったな。サイリウムに合うならアイドル、エグリヌさん嬉しい、嬉しいです。衣装可愛くてごめん。そんなにあの眠りに良さそうではないな、シマンチネだからね。よし、じゃあ、まあ、でも眠りに良さそうといえばね、これにしようかな。今日ライブで歌ったとかではないんですけど、アコースティックで今日ライブしてて、今思い出したので
今日は薬師丸ひろ子さんのウーマン W の悲劇よりという曲でした。リクエストありがとうございました。よいしょ。おお、ありがとう、ありがとうね。これは眠りにいいでしょ。これもかいちゃんが教えてくれた曲。ローマ字のよしさん、ワンダーさん、ナノハさん、ミラボありがとうございます。ナノハさん、虹もありがとう。オカムさん、ローマ字のよしさん、ヒデユキさん、ムラッチン、ネコポありがとう。あ、虹色さん、プラポーありがとうございます。ヒデユキさん、ワンダーさん、ローマ字のユッキーさん、モッチさん、岩太郎さん、ケンケンさん、ヒデユキさん、岩太郎さん、ヤマさん、ヨウちゃんありがとね。それでは遅くまでありがとね。めっちゃ遅くなっちゃったけどまた明日、明日はね、いつももうちょい早い、いつも通りできるかな。おやすみー。が、やん、さん、に、いち、バイバーイ。また明日、今日か。